セガのビール、セガのビール。うれしい。セガのビール。のびー。マイクラ兄弟人狼スタート。ポチ。ポチ。うーい。あの銀河系で別れた兄弟は一体どこに行ったのか。いやでも兄弟久しぶりやけど、そういやレパロって兄弟おんの。兄弟いますよ。え？そんなプライベートなことでもう言っていいの？ちょっと情報出し早すぎん。大丈夫、俺とお前がほんま兄弟やったっていう。ちょいちょい俺が最近弟エピしてんのは実はレパローがほんまの弟やったからやでっていうのもうここで明かす。弟とエピしてんの？エピしてねえよ。エピだよ。さすがにキャラ作りとしてもきつすぎるぞ。してる程度進めんだよ。レパローチェック。ちょっと一気に二人の見る目変わるな。せやな、だいぶ嫌なんやね。せやね。てうーらるぼる。え、今日テンションめんどくさい、どうしたとっとん。あ、違う強気に言ったみたいな。傷ついたやろうが、トントンさんがよ。うるさいな、一回泣いとか。うるさい。え、爆発してる。え、俺のブリッチャーが何死んねんお前。ややこしいことすな、お前。兄弟が死んだか思ったやろ今。ほんまにそれ。しかもあいつなんかブリーチャーがなんか爆発してブリーチャーが悪いんですみたいな空気出しやがって、設置したお前が一番悪いって決まったやろ。確かに待ち込んでも同じことしてんねやろお前。ほら安全圏におったと思ったのに、まあほら登ってきた、こうやってもうお前みたいなやつ一回下に行けお前。うれしそうやろ。あるかよ、あるかよ。何やらフォーム、似てくれとんのお前、何やメンチ切りやがって、殺すってめえよ。バレバレっすよ、あんな緑の服着て、ほんま。あ、バレて？ちな CEO おらんの。あ、予言です。あ、大先生嘘です。僕は予言です。え？ウッドショピね、ウッドショピね、予言。ウッドショピが対抗ね。あー、なるほどね。で、探偵が？僕探偵です。あ、やっぱりお願いします。はい。はいはいはい。で、お兄ちゃんが？お兄ちゃんか？バラすの、お兄ちゃん。おいちゃんバラしたあかんねん。せやで。やっぱ大先生黒やろ。待ってやが、プレミアンただのプレミアン。お前そのプレミが命取りになるんやぞお前、分かってんのか。死ぬかお前、おい。おいあんのかお前、今回垂直動機奥にしてるからお前めちゃめちゃ強いぞ俺は。垂直動機オフの方が強いの。そうなの。そうや、俺のグラボがなめちゃめちゃ高性能やからお前には負けへんぞ。マジか。エルビディアの設定鉄拳のおかげでガチやからな今。鉄拳の話やめて、ロボロさんは人狼ではありません。間違ってんじゃないか。俺が習ったんや。あ、じゃあレパ俺もロボロさんでいい表現すんの。そうっすね、一旦じゃロボロさんにしましょう。はい、スモールロボロ。あ、人狼ではありませんよ。あれあれ、いい白角。予言二人、予言二人か、じゃあ二人で殺すか。なんで？エミさん黒っぽいな。あれ、エミさん殺すか。エミさんどうした、ショータロシコお前。いや私村人です。エミさんどこおんの今。まだ撮影始まって1分、こんなにも撮影を隠しきれないエミール黒。なんか指飛んで。え、なに？なに？大先生殺した。え？あー、太鼓が。結構速殺ムーブやね。早かったな、お前あまりにもしれっとさ。いや、何も金銭と歩いてるから殺そうと思って。じゃあレパロあれか、もうこれショッピは用済み説あるか。まあ確かに。でもこれショッピもショッピで怖いからな、ちょっと。まあそうっすよね、怖いっすよね、強靭の可能性も全然あるし。やんのかお前。いやいやいや、あ、正体現したぞこいつ。あ、アポテキやな、強靭か。村のためにとかないぞ。俺は大先生を殺したんだぞ、誰だって殺せずまだ。それはそれでまずいんちゃうか。まあでも今のところもう白角レパロだけやん。はぁ、俺もだが。レパ大先生の左をキャンターマや。左キャンターマやだ。これを握りしめて村を導くんやで。でかーい。やっぱ盾なんかいらん、持つものは玉や。金玉だってあれやろ、顔面サイズぐらいあるもんな。オープンレベル。めっちゃ危ないねんけど。お前危すぎるやろ。びっくりした。でどうすんねんレパロ、ここは優柔不断が一番まずいぞ。
いや、残り4人で戦ってもらうしか。でも兄目線だったら結構この盤面もう分かるんちゃう、結構整理できてそうな気するけどな。でもどうすんねん、お前、兄がお前撮影時間めっちゃ様子見してるやつやったらどうすんねん。これトントン兄か。なやお前。いや俺エミさんさ急に引っ込んだやん、これ多分あいつ人狼ちゃうかって思うんやけど。確かにエミさんミンクなったな。いや俺引っ込んだよ、引っ込んだけどちょいちょい街出てたけどね。あそうなんや、命大事にしてる感人狼臭くない。命を大事にしてるよ俺は。なんか停電はくれましたよ。うん。あ、そうなんだ。よし、ごめん、あのマウスパッドにも距離があんのよ。こんな結構しんどいよこれ。こっちからやめるまで終わらない。お前殺すぞ、止まれよお前。じゃあほら、ここまで来たらイージーやねん。ラバラデスクでかくなるよ。デスクでかくなるイージーやねん。これもうセガ伸びる、セガ伸びる、うわセガ伸びる、伸びるストップ、いっとー、めっちゃまめてる、背が伸びる、伸びるストップ、いったあ、すいません、私兄です、ロボロは弟です、さようなら。バイバイ。あ、ほんまに死んでる、ほんまに死んでますよね。あれ、チノ君は、チーノさんは多分ロボロとなんかわちゃわちゃしたから相打ちだったんちゃう。ああ、まあ切腹してるか。じゃあもうとりあえずショッピーコン殺すか。うん？まあまあまあ悩ましいところが強靭かもしれんからな。まあまず、うん、まずゾンビ見ちゃう。ゾンビ見ちゃいます。おいさん、ゾンビさんかかってこいよ。よし、やったるからな。かかってこいよ。やばい、これ茶番な気がするな。せやねん。なんや茶番ってお前。なんや茶番って。男と男の真剣勝負、お前怪我そうっていうのか。まあほぼ結果決まってるからゾムさんがどっちかっていう。いや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 、俺はちゃんと隠した相手やったらちゃんと隠した相手用にレベル落とすから。ああ、ちゃんと調整してくれるんや。あ、カッチンできた、早来いや。どこでやり合ってたんやろあの二人。いや怖すぎー。あ、ロボロさんの死体見つけた。ナイス。近くにチーの死体があるかどうか。あれ？チーの潜伏？回れ回れって言って遊んでたところを狙ってたっぽいからな。あ、でも止まれっつってたからチーの歩き回ってたはずやねん、ロボロさんの周りを。ってなるとまあ、ないなら潜伏か？怪しい。え、エミさん、どこ行った？これ3人とも黒の可能性ありますよね。いやいや、何言ってんの？いや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 、ありましたね。あ、どうもさ、あ、おいおい、でもこれやらなきゃいけないよね。3人くるはないと思うよ。ないないない、それないそれない、多分、うん、ないっすか。ないないない、俺チーノの死体見つかってへんねんから。まだだって俺村人やから。まあ確かに、いや、怪しいな。俺停電スイッチ上げたよ。全然人に会わへんねんけど。エミさん。はい。あ、来てるか、レパロ。え？レパロやったな。おい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 、やったよ、おいやったよ、おい。レパロはもうやっていく。あれ、あ、あれあれ、今変な声聞こえた。レパロはもうやっていく。なーにー、なーにー、やっぱ潜伏真剣勝負の合間に。ロッピーはどっちなんだぜ。あ、なんかおしょっぴーさ、怖いのめっちゃ嬉しそうやねん、気のせい。そうやな、そうやな。チーノが死んでなかったのか。ちょっと待って、あの、これさ、あの、俺の中の最悪の計算だと、俺、古墳奮闘ってことになるんやけど。まあまあまあ、ほら、みんな俺よりん、合流しようや。殺そう。出会ったら殺す。いや、エミさんが、俺の前に姿現さへんからこうなってしまったんちゃうか。俺だって探したよ、でも会えなかったんや。でもレパロ君最後まで俺のこと信用してくれんかったし。まあ信用要素が特に、まあ、信用は難しいんちゃうかな。せっかく俺の貴重なアイテムまであげたのに。エミさん合流しようや。あ、合流しようか。これちょっとまずいかもしれんから合流しようや。そうやな、合流しようか。うん、まあ一旦チームやろ先に。あ、それはそう、まあ、まあそれはそう。あとはエミさん頼みましたよ。え、うん、
どうしたどうしたどうした、なんか知らじらしい、うん、で、ゾムさんがさ、全然これ僕との決闘体制と、あの、解かへんってことは、ゾムさんも黒ない俺からしたらもう、いやだから、でもまずはチームやなって話してんの、別にエミさん探してないよ、ほま、うん、ほま、うん、でも、これこういう時に大体、そっかって信用した時に大体殺されて、ほらエミさんちょろいねって言われるのが、あのオチやねんな。あ、そうなん、うん、そうなんよ。そんなことないと思うよ、本当信じよ。いやあ、エミさんや。え、おったどこ。エミさんいらっしゃいましたね、これ。エミさん大丈夫。誰と。エミさんまだか。死んでない。お前がやるやろ。エミさん、エミさん、お前がやるやろ。エミさんすごい楽しそう。うわあ、どっか行ったなこれ。いや、ナイス引きですねこれ。この辺か。どこだ、どこ行ったんや。どこやろな。くそ。いや、俺目線まだショッピーマジで分からんからな、言うて。いやでもチーノさん、ご視聴に参りましたよ。ああ、そうですね。ほら、もうダメじゃん、もう。もうダメだよ。そうではあるんだけど、チーノそこでしょ。いやでもね、どっかどこや、どこや、もっと角のある家やと思うねんな。角のある家。いやでもエミさん、俺たち残りラスト村人2人として頑張ろう。村人2人もいねえ。なんとかチーノとショッピー倒そう。村人2人もいねえんだ、知ってんだ俺こっち。ゾムさんが、あ、いた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 。どこ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 。本当は逃げられない。さっき、あった家の隣やね。隣、しれっと隣におったんか。一旦ちょっとチーノ出てきてほしい。場所教えてほしい。いや、出てる出てる。どこどこ。とりあえず、矢打つわ、上に。あー、はいはいはい、OK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 。 エミさん、逃亡中、エミさん、逃亡中。逃亡中、逃亡中、逃亡中。こちらの家に。何、エミさん、逃亡中、エミさん、逃亡中。逃亡中、逃亡中、逃亡中。こちらの家に。何、チョッピがやられていく。よし、あれ、一人はやったぞ。え、でも逆にちょっと安心した、これで。安心した。もう俺らスーパーフラットにエミさんだけを。よし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 。俺はエミさんだけを狙える。どこだ。あ、くそ。ナイスー、ナイス。あ、でもどっかしかい。まあ、ショッピ君の強靭の振りはエミルのアホには分からんで。いやー、さすがにエミさん資料が及ばんかったか、これは。どう考えても血の臨む人狼か。ここで俺が予言出たらすぐ殺されるな。強靭の振りしとくか。さすがにその人は組めんで。やっぱちょっと怖いなってなるもん。まあまあ、でも1個だけ聞きたいんだけど、やっぱりショッピ君が死んだ時にはエミル言ってた。ショッピ君やったってちゃんと言ってた。いや俺やったって喜べるほどの存在じゃないからまだ。あ、なるほどね。やっぱ3人に囲まれてたからね、エミさんも。せやな、あれ最後追い込みやったな。そうやね。俺エミさん見てから、あ、エミさんそこなんやってすって無視したけど、エミさんは俺に指を構えて離さんかった。あ、マジか。そんなお前高等技術が分かるわけないやろ。いい加減にしなさい。俺エミさん無視してチーノの方を向いて指引くかと思ったら死んだから。いや、マジで完璧なエイムやったんでしょ。悪いことした。いやいや、実際問題極限状態からちょっとしんどいよ、さすがに。実際エミさんに浴びる暇もなかったしな。嘘やでってペコに行くことできんかったから。あのショッピーバー切れた時にショッピー君がチームやれてたらワンチャンあったかも。そうやな。うーん、まあ難しいよ。いや、お透明化でレパルぶち殺せたの気持ちいいな。いやー、あれナイスっすね。縦向けれたんすけどね、縦で守れなかったっすわ。アイテム全部手に入れたからすごいラッキーやった。やっちゃった。レパルでも墓場で言ってたで、いや、あそこで俺を殺すの取れたか分かってないっすわ。言って、あれレパルマジで、あ、墓場ではいける、あ、内弁慶タイプなんやと思って。そんな言い方やったっけ、ロボロ。え、もうちょっと聞いた。もうちょっと聞いた。だって墓場入ってくるの、え、ゾムさんって何年目ですかって、なんかレパル。いや、そうやったな、確かに。そうや、そうや、そのラインしてからやわ。